さあ、愛媛を回ってきましたね。はい。もうこんなにゆっくりいたことないんじゃない、愛媛に。初めてです。もうあっちゅう間でした。時間。一泊してほしいぐらい。だってもう温泉とかもまたすごいいいからさ。どうだった？いや本当にお米、うん、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったよね。めっちゃ美味しかったです、うん、貴重な体験たくさんさせていただきましたし、うん、稲刈りだとかかまどでいただくのも初めてですし、うん、で本当どれも全部美味しくって、うん、もう感激しました。他のお米となんか違うとこあった？なんか難しいよね、お米の味って一番、そんなに濃い味付けとかいうものじゃないからさ。ロケーションもまたさらに良かったし、うん、で味もやっぱ違うんですけど、さらにこの堆肥米と美馬米もまたさらに味が違うっていう、それに感動しましたね、うん、私この雰囲気飲まれてこんな暗いトーンで大丈夫なんですかね落ち着くでしょ。ちょっと落ち着く。ここはだから愛媛のハワイって言われてるところなんで。うわ、こちら一体どういう。ここは人の家です人の家だった。そう、でも一番のパワースポットだと思う。いや、ほんまですね、うん、見て今、うわ今これちょうど、え、歌これちょっといけるんじゃん。いけますよ、もちろん、ね、沈む夕日にまた行かないでと、僕は時間よ止まれと願う。この波の音がずっと消えないでほしいと、この海がずっとまた見れるように僕はまたこの街にやってきて、おいしいお米を食べるんだ、お笑いを頑張って稼いだお金でおいしいお米を食べるんだ。まだ別にエンディングではないんですじゃあ恒例のね、愛媛ってこういうとこが真面目だなって、それをちょっとこちらに書いていただいてますかね。もうそうです。はい、では発表してください。はい、お米も人もあったかい。ちょっと右寄りになってしまったんですが、書き直しますかって言われたんですけど、はい、いやこれはまた次大切な方と来た時に、うん、その方にこっちは埋めてもらおうかなって。嘘でしょ、その人は一枚にバンと書きたいよ。だから書き直しますいや本当でも、はい、今日楽しい方もいっぱいいたもんね。めちゃくちゃいました。いや本当これカメラ回ってなかったんですけども、80代ぐらいの方に友近さんナンパされてました、うん、ね、ちょっと今度お茶行こう言うねあと今日も私自身もやっぱすごいなと思ったし、見てる人もえ最初から歌考えてたんっていう人もいるかもしれないけど、うん、本当に即興でやってるもんね。即興ですね、うん、いやでも友近さんも即興なんですけど気分乗ってきたらやっぱりもうどんどん、はい、そっちのアドレナリンが出て楽しくなってくるよね、うん、いや昔からその感じ堂々とするようになったんですよね、うん、浮かんでないのに歌い出すっていう。わかる。わかってくれるんですか。私全然そんなんと比べるなって言われるかもしれんけど、はい、あの店行くやん、はい、でメニュー頼むときにすごい悩むの嫌やから店員さん呼んで焦って決めるってそのできましたってできてないのに言うっていう。大喜利とかもね、でこう歌いながら作っていくっていうのはありますね、まあ、愛媛今日はお米をね、うん、いろいろ収穫もして炊いて食べさせてもらいましたので、はい、真面目愛媛、はい、のもう全体のことだね。はい、これ私一人ですか。友近さんよろしければ女性でも、うん、そういうのもありですか。もしよければ、うん、うわ本当ですか、はい、ありがとうございます。嬉しいです。じゃあジョインで、ジョインで、はい、いきます。お願いします。出会った人々
出来上がったお米、ご飯のお供、そして人々の笑顔、みんな真面目に働いて、笑顔が眩しいね。そう真面目よ、真面目なんだね。真面目だからこそ成立することがあるよ。この場所観光スポットでもないの、ただの人の家。初めて人の家でこんなにも勝手に歌を歌ってるよ。来たばっかの人の家で僕は歌を歌ってるよ。その人はこれを理解してくれたから、この部屋を貸してくれたの。真面目な方だから、僕のコードに対して綺麗にメロディーをはめる友近さん、やっぱり真面目だとは思う。それはあなたのそのギターさばきが素晴らしいから、どうか信用してほしい私のこと。全部入ったんじゃないですか。歌やな気持ちええな、やっぱり。すごいな。すごい。ちょっと僕、いやすごくないですか。僕めちゃくちゃなコード進行してましたけど、全部マイナーにしてるとことか。私もなんかもうそういけーってこうやりながらやけど。どういうことですか。